どうも、ゼウ大将軍。はい、シバ将軍はごく近くにいると思われます。あんな過去の亡霊を将軍などと呼ぶ必要はない。いいか、生かして捕まえようなどと思うな。殺せ、息の根を止めるんだ。これは命令だ。あの、失礼ですが、一つお伺いしてもよろしいですか。シバが言っていた大爆発の真相とは一体どういう意味でしょうか。あの、私の父もそれで戦死したものですから。愚か者め、真相もクソもあるものか。我々を動揺させるシバの作戦だ。さっさと片付けてこい。失礼しました。パパ、シバのやつ泉を探してるんだって。バカ、騙されるな。みんなのためにいいことしようなんてやつが信用できるか。善を許さないってとこだけは気に入ったかな。よーし、グッピー、シバと国王軍の中間地点に砲を一発撃て。わかった、パパ。シバだぞ。全車両戦闘準備。戦車隊らしいぞ。すぐ近くにいる。何？こちらも戦闘準備だ。急げ。王子、岩に身を隠しながら戦うんだ。その調子だ。よし、敵の戦車は全滅したぜ。王子にかかれば大したことなかったですな。へへ、だろ、どんなもんだ。いや待て、手応えがなさすぎる。おそらく隊長者はまだ。かかれ！王子、あいつが隊長者だ。あの隊長者を倒さんことにはこの戦いは終わらん。最優先で狙え。旋回をうまく使って隠れるんだ。使って隠れるんだ。王子、死角から狙い撃つんだ。
もある。サンドランドの民のために泉を探すというのは真実か。ああ、本当だ。北欧軍の水は高すぎて、大半の者は最小限の水すら手に入れられない。私は村の連中に泉を見つけると約束した。なけなしの金を集めてくれて出発したのだ。そんな泉が本当にあると信じているのか。信じていると。だが北欧軍の水源にも何か秘密がありそうだな。違うか。私は北欧軍の将軍だ。悪いが、その質問には答えられない。敵車両は一気に囲い込んで捕らえるぞ。その調子だ。おい、怪我はないか。はい、全員無事であります。信じられん。まさに神業だ。あんな一瞬で見切って戦闘力だけを奪ってしまうとは。父さんの言ってた通りの男だった。俺なんかとは人間のレベルが違いすぎる。水源の秘密を答えられないのに申し訳ないが、もう一つ聞きたい。ラジオであなたが言っていた30年前の爆発の真相とは。そいつは聞かない方がいい。私は確信したが、証拠のない話だ。私はあなたの部下だったアポの息子でアレと言います。どうしても聞いておきたい、父の最後。アポの、そうか。わかった、話そう。シーフ、頼む。本人の方がうまく話せる。やれやれ、人使いが荒いの。まさかその情報はそいつから聞いたのですか。魔物の言うことなんか信用できない。信用できないのなら聞かなくていい。ただこれだけは言っておくぞ。この二人ほど今の世の中でまっすぐな者はいない。少なくとも私はどんな人間より信用している。偏見は正しい判断を狂わせてしまうぞ。30年前のピッチ人に偏見を持っていた我々のように。ピッチ人に、どういうことだ。パパ、国王軍のやつら降参しちゃったみたいだよ。くせえ、根性なしめ。しかし今がチャンスだ。ベルゼブブも一箇所に集まってる。グッピー、奴らをまとめて砂漠の生ゴミにしてしまえ。賞金はいただきだ。くそ。今のは何事じゃ。大砲だった。もう一両戦車がいたのか。いや、どっかの高台からだった。こっちもスイマーズだ。あいつらベルゼブブに見つかったよ。ねえ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 、解散。くそ、逃げやがった。
次に会ったら絶対ぶっ飛ばしてやる。ベルゼブブには命を救われたな。魔物に対して多少の誤解はあったかもしれんな。よし、聞いてみよう。話してくれシーフ、30年前のこと。やだね、まだ態度がでかいぞ。なんだと？貴様、どなたに向かって。お前は黙ってろ。話して。お願いシーフ様。ぎまあいい、話してやろう。まさかそんな、信じられない。ゼウ大将軍は冷酷な方だとは思うが、そこまでとは思えない。一応話だけはした。すまないが、もう少しだけ戦車を貸してもらうよ。いいんですか？このまま芝を行かせてしまって。俺たちは残念ながら芝に出会えなかった。え？もう少しというところでなぜかスイマーズに攻撃を受け、戦車を壊され逃げられてしまったんだ。はい。さて、ゼウ大将軍に報告するか。いや、その前に国王に確認してみるかな。さあ、今度こそ南への旅の再開だ。これはどっちを向いても激しい流砂とは、迂闊に踏み込むと飲み込まれるぞ。そう？俺なら軽いから大丈夫だろ。うわあ！な？とにかくだ、ここを渡り切らないと南へは行けない。しかしどうするね、王子ですら沈んでしまうんだぞ。メカに頼ろうにも、戦車やジャンプメカではどうにもなるまい。空でも飛べればいいんだが、飛行機は国王が禁止している。めちゃくちゃ速く走れればなんとかなりそうなんだけどな。どういうことだ？走ってる間は砂に沈むのが遅くなった感じがしたんだよ。なるほど、沈む前に走り切れれば。王子、シーフ、一度スピノ町に戻ろう。やれやれ、またあの小娘に頼るのか。ほっと！もう店じまい？ええ、そうなの。人と会う約束があって。その人って国王軍？それとも報道局の人？どうしてそう思うの？芝たちをかくまったら厳罰だって報道を聞いてから様子が変だったもの。気づいたんでしょ？私たちのこと。お見通しというわけね。おいおいおい、俺たちを国王軍に売るつもりかよ。あなたたちをかくまったと知られたら、町にも危険が及んでしまうんです。心配はもっともだ。あなた方に迷惑をかけるつもりはない。
二度と町には近づかないと約束しよう。ただアンだけはこのまま置いてやってほしい。彼女は東亜町長の客人で戦車強盗とは関係ない。そういうことなら、ええ。待ってよ、私たち基地から一緒に行こうか、王子、シーフ。ガレージが秘密基地みたいでかっこよかったのにな。そう答えをせくでない。とは町長。あですよ、この者たちの目的は泉を見つけることだ。それも私利私欲のためではなく、この国の民のためにな。でもそんなことをしたらますます国王軍に目をつけられるんじゃないですか。だろうな。しかしこれ以上国の不幸を見過ごすことはできない。命の危険があると分かっていても。あなたが芝将軍だから。その名は捨てたよ。だがそうだな、愚かな将軍だった私には未来に希望を灯す義務がある。ということだ。どうかな、アデス。この者たちをどうすべきかはみんなで話し合って決めるというのは。町の者たちにもそれぞれ思いがあるだろう。そうですね。確かに私の独断で決めることではありませんね。なあ、あんた、ラオさんの仲間なんだろう。それもいいかなと思ったんだけど、君は仲間じゃないって言われちゃった。何それ、ひどい。本当そう、優しすぎるのも逆にひどいよね。でも寂しかったけど嬉しかった。だから私はここを守ることにしたの。みんなが追い出されることになってもいつでも戻ってこられるように。そういうわけだから。期待してたならごめんなさい。ああ、期待通りだったよ。やっぱあんた、あの人たちの仲間だ。え？ごめんね、誤解させたみたいだけど、私たち追い出しに来たんじゃないの。その通りだぜ。ベルゼブブたちはいいやつらだ。国王軍に密告するなんて断固反対。町のみんなは知らねえだけなんだ。そうそう、あんないい人たちいないよ。あ、この言い方ベルゼさん嫌がるかな。多分ね。そんなわけだからあんたがガレージを守るつもりだと分かって安心した。絶対出て行かないでね。町の人たちは私たちが説得するから。彼女と話すのは少し時間を置いてからにしよう。彼女と話すのは少し時間を置いてからにしよう。どうした、プリカ。またおねしょでもしたのかい？町の人たちがみんな怒ってるみたいで怖いの。すまない、それはきっと私のせいだ。みんなと喧嘩してるの？そうではないが、火種を作ってしまったのは私だ。やはり私たちは町を離れよう。こんな小さな子を不安にさせてはいけない。おじいちゃんたち出て行っちゃうの？それをどうするか、みんなが真剣に話し合っておるのだよ。おじいちゃんもベルゼブブもいなくなったら嫌だよ。だったらその気持ちをみんなに伝えておいで。いい子だ。あなたたちの存在があの子を優しく伸びやかにしているのだろう。そういう意味ではこの町があの子を育てたと言えよう。
その結束を我々が脅かすのは本意ではない。しかしプリカのみんなにはお前さんたちも入っておるようだぞ。失うことばかり多いこの時代だ。新たに得たものを大切にしたいのだろう。その優しさに甘えてしまっていいものか。アデス、シバを密告するつもりだというのは本当か？ええ、本当です。トア町長に止められましたけど。当然だ。国王軍の脅しに屈するなどあってはならんことだ。まだそんなことを言ってるのかい？もう内戦は終わったんだよ。あたしらは30年前に負けたんだ。いい加減受け入れなさいな。いや、受け入れん。今も昔も国王軍は変わっとらん。奴らが心を入れ替えるまでわしは戦うのをやめんぞ。やれやれ、この人の血の気の多さは放っておいていいからね。でもね、密告するのは私も反対。芝将軍は敵だったけど、情があって嘘のない人だった。そんな人がみんなのために泉を探そうってんだろ。私は信じるね。ありがたい。いいんだよ、芝将軍を味方にして国王軍の鼻を明かすのも痛快だろうしね。なんじゃい、お前も国王軍が嫌いなんじゃないか。そりゃそうでしょうよ、生まれ故郷をボロボロにされたんだから。なんだか答えが見えたような気がしますね。もう十分話は聞けただろう。そうだな、もう一度集まろう。答えが出たようだな。ええ、みんな思っていた以上に国王軍が嫌いで。今なお反乱軍時代の気概が街に染み付いているらしい。おじさんたちがしてきたことを分かってくれてる人もいたね。これでますます泉を見つけるしかなくなったな。そうだな。なあ、世界一早いメカ作ってくれよ。いきなりだね。楽しそうな話だけど、ちゃんと説明して。南へ行くのに激しい流砂に足止めされてしまったな。流砂に飲まれるより早く走れるメカが必要なんだ。おじさんの車じゃダメなの？あの流砂の勢いでは無理だろうな。そっか、そうなると私のバイクなら行けるかも。ここにあればだけど。なんだよそれ。タルボ町で国王軍に追いかけられた時壊されちゃったんだよ。コアフレームとやらがあれば直せるのではないのか？そうなんだけど、置いてきちゃったから取りに行かなきゃ。じゃあ取ってくるから場所教えてくれよ。無理、逃げるのに必死でなんとなくの場所しか覚えてない。タルボ町の北の方なのは確かなんだけど。でもその辺りに行けば思い出すと思う。だったら一緒に行こうぜ。よく聞こえなかった、もう一回言ってみて。だから一緒に行こうって。しょうがない、言ってあげるか。気持ち悪いな、何にやけてんだよ。うるさい、ほら行くよ。何かしていく？
おかえ、あ、お、そ、そい、し、いずりょ、この、ま、すこい。ここ。国王軍の将軍だったんだね。昔の話だ。さあ、消えてなくなる覚悟はない。消したいとも思っていない。すべて背負って生きていく。まったく世話がかかりますな。バイクを置いてきたのはこの辺りという話じゃったな。そう。夢中で逃げて岩のトンネルみたいなところであいつらに捕まったの。おかしいな、この辺だと思うんだけど。国王軍が持って行ってしまったか。寺のですな。何か加えておったようですな。そういえばプテラノは金属を集めて巣を作ると聞いたことがある。もしかしてバイクもプテラノに持ってかれたんじゃない。可能性はありそうだ。だったらあいつを追いかけようぜ。もう飛んで行ってしまいましたよ。心配ない。奴らが巣を作るのは岩山の高所だ。プテラノが飛んで行った先で登れそうな岩山を探してみよう。プテラノは動くものと光るものに強く反応する。下手に刺激すると襲われるから気をつけろ。前さんの話が王子を刺激しなければいいな。この時期プテラノは特に凶暴になるそうだ。絶対に刺激してはいかんぞ。ああ、言わんこっちゃない。こんなもんでいいだろ。楽勝だったな。仕事が終わったことをヘズに教えてやろう。足が重そうだけど疲れちゃった。あかましい。プテラノのことで嫌な話を思い出しただけじゃ。なんだよ嫌な話って。プテラノの中にはとんでもなく巨大で凶暴なものがいるとか。マジで捕まえようぜ。そのプテラノに乗れば龍さんひとっ飛びなんじゃない。とんでもなく凶暴だと言っておるだろう。甘く見てると今に痛い目に遭うぞ。人が名前を捨てるなんてよっぽどのことだよね。生きていくにはそうするしかなかった。
辛いね。何？今はそうでもないさ。山道は険しい。ジャンプメカを使って進もう。だな。足元にも頭上にも注意してね。ここってさ、ドカーンと吹き。あ、あれじゃないか。うん、間違いない。私のバイクだよ。よし。王子。あ。めちゃくちゃ怒ってるね。逃げ切れる相手ではなさそうだ。だったらやるしかねえな。火を吐くのか。王子、地面が燃えてますぞ。避けてくだされ。どうだ？直せそうか？修理用のパーツは必要そうだけど、多分大丈夫。ここになら修理用のパーツも落ちてるんじゃないか？こいつ、まだやる気か？え？どっからでもかかってこいよ。待って。なんだよ。このプテラの卵を守ろうとしてるんじゃないかな。お、心配すんな。盗んだりしねえよ。本当だよ。私のバイクを返してほしいだけ。分かってくれたみたいだね。うん、王子、あやつの気が変わらんうちにさっさとここを離れましょう。ああ、そうだな。私の手伝いはここまでだね。あとはいつも通り必要なパーツを揃えて持ってきて。いいけど、設計図なしで作れるのか。私のバイクだよ。全部。そっか、わかった。何かしていく？
新品同様。いつもながらいい腕だ。これで龍さんに挑める。早く乗ってみようぜ。軍の基地に不要バイクが砂に沈む前にスピードを上げるんだ。賞金をいただくんだ。はい。どうだ、やったか。やった。無事か、チーフ、おっさん。ああ、なんとかな。一体何が起こったんじゃ。バカどもが懲りずに喧嘩を売ってきたんだよ。悪魔の王子にな。ベルゼブブはピンピンしてるよ。何？それで怒ってるか。すごく怖い顔でこっちを睨んでる。おっさんとシーフはメカを頼んだぞ。王子は？あいつらをぶっ飛ばす。逃がすかよ。いいだろう、勝負してやろう。俺たちはサンドランド一の悪党シーマーズだ。力を合わせるぞ。おー、行くぞ。俺たちはサンドランド一の悪党シーマーズだ。力を合わせるぞ。おー、やっ、
駒がどう。はっ。うりゃん。やっ。な、何？はい。な、何？じゃあ、やっ。うりゃん。うん。待て。お、本当に泉なんてあると思うか。さあな。でも俺はあのおっさんを信じるぜ。あいつがあるって言うんなら泉はありそうだ。もし見つけたら俺たちも泳いでいいか。息子たちは泳いだことないんだ。スイマーズなのに。好きにすりゃいいだろ。あと一人。待てー。これでも食らえ。邪魔見ろ。俺から逃げられると思うなよ。あぶね。ずそんな。あれ？あぶね！ずっそん！いや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 ！おっと！あ、外した！あぶね！あれ？やろう、追いついた！ずいぶん来ちまった。鬱陶しいことさせやがって。あっ！くそ、砂嵐だ。こんなとこで隠れるとこがねえじゃんか。でかい岩山があるぞ。急げ。やばい、飛ばされる。ラッキー、ほら穴だ。なんで奥が明るいんだ。よし、かかった。王子はどこまで行ってしまったのか。携帯型の無線を持たせるべきだったな。さあ。え、呼んだか、シーフ。わしは呼んどらん。これは。おっさん、おっさん。王子か。一体どこから。悪魔は脳だけで話ができるって言ったろ。そんなのどうでもいいや。それより今どこにいると思う？わからん。どこだ？泉だよ。幻の泉を発見したんだよ。本当か？本当に泉なのか？なんだよ、悪魔の言うことは信じられないのか？すまん。で、場所は？待ってろ、今誘導してやるよ。こちらアレです。
少しよろしいでしょうか。なんだあれ将軍、直接私に電話してくるなんて。食事中なんだよ。芝は退治したんだろうね。申し訳ありません。実は先ほどゼウ大将軍に伺ったのですが、30年前のピッチ人と戦車隊の壊滅作戦は王様のご命令だったとか。なんでこんな時に。ゼウはそんなことを。違うよ。その計画は全てゼウ大将軍が考えたんだからね。失礼しました。はい、芝は現在まだ捜索中です。では。なんてことだ。本当だったぞ。芝将軍に通信をつなげ。何？この岩山の中に？なんと！信じられん。こいつはすごい。だろ？どうだ、参ったか。さ、手分けして探検しようぜ。近いぞ。ピッチ人だ。あなた誰？こっちへ来なさい。私はこの里の長老です。ここへ何の用ですか。泉を探してきたんだ。魔物が一人で。いや、シーフとラオっておっさんも一緒だ。ラオとはひょっとしてラジオで言っていた芝将軍ですか。うん、そうですか。あの芝将軍と一緒に。30年前のことはさ、おっさんも騙されてたんだ。ゼウってやつの策にはめられてさ。そうでしたか。さぞおつらかったでしょうね。戻ったらもう気に病まないよう伝えてください。それとできれば。分かってる。ここのことは見なかったことにする。ありがとうございます。そうだ、何か欲しいものある？多分おっさんが持ってきてくれるぞ。それは助かります。缶詰と服と靴なんかをいただけるととても嬉しいですな。オッケー。
壊れてるみたいだな。素材があれば直せそうだな。よし、これで周りの情報がわかるな。どうだった？何か見つかったか？少しだけ生き残ったピッチ人とその子供たちがいた。一応30年前の本当のことは伝えておいたぞ。何？そうか、ここになんとか生きててくれたか。すまなかった王子、勝手を言って申し訳ないが、ここは諦めてくれないか。このままピッチ陣をそっとしておいてやりたい。おっさんならそう言うと思ったぜ。ピッ、ここは見なかったことにするともう言っておいた。さすがだな。たくさんの連中を見てきたが、お前ほどいい魂を持ったやつは初めてだ。そういうことを悪魔が言われて嬉しいと思う？そういや、何か欲しいものあるかって聞いたら、缶詰と服と靴が欲しいってよ。そうか、よし、後でトラックいっぱい手に入れ、私が運んできてやろう。さて、これからどうするね。国王軍の水源を何とか探すんだ。絶対に何か秘密がある。大変そうだな。場所もわからないし、見つけても敵もいっぱいいそうだぜ。なんだ、無線か？一体。おい、スピーカーホンのスイッチを入れてくれ。こちらはアレイ将軍です。これより独り言を言おうと思います。国王軍の水源は昔の川の後、南の端まで行ったところにあるんだよな。あそこが見つかったらまずいんだよね。とんでもない秘密があるからな。しかもよりによって水源にいる兵たちは私の命令でさっき特別に休暇を与えちゃったんだよな。それにしても国王に確認してみたら、30年前のあのことはシーフの言った通りだったなんてな。私もつい独り言を言ってしまおう。今の国王軍にも正義は残っていたら、こんなサンドランドにも大きな望みが見えたようで嬉しかったぞ。感謝。アレのおっさん、俺たちにあんなこと教えて大丈夫なのか？遠からずゼウに。バレるだろう。処罰も覚悟の上ということだ。そこまでしてあやつに何の得？があるんじゃ。血筋かもしれんな。
彼の父も素晴らしい男だった。